はい、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。うつきチャンネルのうつきです。今回は、鬼滅の刃、ディフォルメシールウエハースその6。これを、5パック買ってきたんで、開けていきたいと思います。今回のもパッケージが2種類です。こんな感じですね。こう、はい、じゃあ1パック目から開けていきます。何が出るかな。あ、ちょっと見えてる。じゃん。あ、煉獄さんのお母さんかな。うん、うん、うん、ルカさん、まあ、まるだね。はい、次ちょっとね、鬼滅の刃もね、このシールウェハースも6段目になったけども、大体ねキャラクターがほとんど同じで、絵柄とかポーズ違いとか、まあそのシリーズ違いっていうんですかね、その活躍する時の場面のシールとかになってくるから、ちょっとまあ変わり映えがしなくなってきてるのかなって感じを個人的にするんだけど、はい、じゃあ2つ目。あ、なんか見えてる。じゃん。あー、なんだよ、ノーマルだ。善逸とネズコ、かわいい。でも結構かわいい。うん、無限列車の赤だね。はい、結構ね、あの動画には上げてないんですけど、今までの鬼滅のシールウェハース、実は、まあ、2段目ぐらいから買い始めてるんですけど、ちょっと動画にはしてなくて、結構箱買いとかしてたんで、逆に動画しなくてもったいなかったなとか思ってたりするんですけど、今回は逆に、ね、もうちょっと散々買ってきちゃったから、もうあんまり多く買わずに 少量でいいの当たるかなっていうのを動画に撮っていこうかなと思ってるんで、はい、じゃあ3つ目。じゃん。あ、かっこいい。いいんじゃない。うん、炭治郎とノスケ、あんまりじゃないね多分。うん、あ、でも星2個ってことはレアとかなのかな。だからね、うん、レアだ。うん、まあでもなんかかっこいいね。この結構個人的には好きっすよ、このなんか、あの最後多分列車のあそこで一緒に戦ってるシーンね。なんだっけ、あのキャラクター違う、M、うん、はい、じゃあ4つ目。うん、そっか、これが可愛い。これはもう完全に遊郭編のお忍びしてる変装姿ですけど、じゃん。お、みつりちゃんね。しかもちょっとレアリティ高そうだ。なんだろう、スーパーかな。うん、星3つだから多分スーパーレアかな。うん、スーパーレアですね。はい、最後これがラストパック5パック目になります。まあ、さっき、まあ、ちょっとね、あんまり買わないとは言ったけど、ちょっとね、まあ、やっぱり欲しいってなったら追加で買う可能性があるんで、まあ、今まで上げてる動画も含めて、その辺のね、シールウェハースもうちょっと集めたいかなってなれば、追加で動画上げる可能性もあるので、またその時に見てもらえればと思います。はい。じゃん。あー、そこで、
ここでまさかの、うん、そうかわいいけど、いのこちゃんです。いのこちゃんです。こんな感じですね。これかわいいって言って、うん、言っちゃったからね。ちょっと前、ちょっとね、前振りみたいな感じになっちゃったね。出てやろう。一応ね、待ってくださいね。これでもう5パック全部開け切りましたんで、今回の当たったラインナップがこんな感じですね。まあ、一番良かったのはあれかな、三井ちゃんかな。他はノーマルと炭治郎とこの伊之助のねレアって感じで、中丼と。光が反射しちゃってちょっと見づらいところもあるんですけど、一応こんな感じ、一応こんな感じですね。はい、今回の5パックラインナップこんな感じでした。当たったのが、またなんか動画上げていくと思うんで、ご視聴いただければと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。